どうもーイエーイスーパーピコピコクラブイエーイ平井です。皆さんいかがですか、これで、平井智子というゲームを買おうと思いましたか平井智子、ね、思わなかったでしょうか次の相手は次の相手はじゃないよ、ちょっと共存の道歩みましょうよ。本当いやいや、それはもうこのゲームにこれ共存の道なんか歩んだらさ、ゲームにならないでしょ。いやでも明らかにあの共存の道歩もうっていうベランダの設置とかも、うん、このゲームも狙ってますよね狙ってる、そういう狙ってる、やっぱ、うん、共存の道もあったわけですよね。もっこと、GTA やろうって聞いてます早えよいやだってそもそも GTA やるかやらないかっていうの直前まで GTA やってたわけですよ僕ら。アンケート取って、あ、アンケート取りましょうか。アンケート次第で僕がやるゲームは決まりますね。はい、今アンケートが出ました。 GTA 平井智子Call of Duty 平井智子ってそんなゲームじゃん。ちょっとなんか名前リアルですよねまあね、元子さんですよね。元子姉さんですよ本当は。語呂が悪かったんでそう継続でいいんすか本当に。来ました、平井と元子をやってくれと。元子大人気わかりました、そこまで言うなら元子さんともうちょっと遊んでみましょう。まあこうなるわね。いやもう元子でしかなかったってことですよねおー出てきた元子が、元子出てきた、こんな姿にじゃあ倒していきますか。俺の知っている元子じゃない元子俺だよアメリカザリガニの平井だよ。いや平井さん、ついに四足歩行になってるじゃないですかさんとは言ってない元子だ元子どうしたその前足は元子俺だ、四つん這い四つん這い待機中っぽいですよこれ。平井だ元子平井だよ、ライブに来てくれたじゃないか俺が誕生日だった時六本木のバーで一緒にお祝いしてくれたじゃないか元子最近はおじんおズボーンに興味があるって言ってたじゃないか元子それが元子、なぜこんな姿に分かったよ元子、もう俺のことなんて分かんないんだね今楽にしてやるからね。もうどこー、うわっ怖えーやっぱりやめたーもうどこやっぱりやめた、うわー怖えー、うわーあんなの怖えよ、人間じゃねえよもうあんなの、うわーアグロー、アグロ乗せろ、アグロー今すぐ乗せろ、あんなの人間じゃねえ、やばい元子から逃げちゃダメです。元子がこっちを見てやばい逃げろ、あちょっと仕草がセクシーに見えなくもなかった今どうすればいいんだ、みんな教えてくれ、ニコ生を見てる精霊たちよ、精霊俺は一体何をどうすればいいんだ。先ほど来た精霊のコメントを読むと、はい、バックから攻め立てろと元子それは
フォーメーション A からの B クイックってことでいいのかよ。もどこ行くよ。とーとーれーもどこ、あぶれ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 、くれもどこ、くれもダメだダメだ、登るとこがない登るとこがない、アグロ掴めない、いやー掴めない、うわー、え、なになになに、なに、どうすればいいの、うわー、え、振動だけで体力が減る、足の裏が性感帯だって言ってますね。精霊たちが本当かい、精霊たちが足の裏が性感帯だって、いいかみんな、精霊たちをもう二度と仁王寺は呼ぶんじゃないよ。元子は足の裏が性感帯だ、俺の言ってる元子とそれとは違う元子だからね。元子思い出した、足の裏だね、足の裏、おお、足の裏、おおお、足の裏をどうすればいい、足の裏を指で攻撃するらしいです、刺激してあげるらしいです、遠隔で。何を言ってんだ。針治療だと、足の裏を、これは針治療なんだと。分かったよ、みんながそう言うんだったらそうなんだね。分かったよ、針治療ね、分かったよ、足の裏を見せておくれ。本当かよそれ。足の裏見えない、足の裏見えない、足の裏全然見せない、えい、ー、えい、ー、足の裏を、当たってますよ、当たった当たった当たったし、いや針治療効いてます、あ、どうですか元子さん、いかがですか、この後どうすればいいですか、この後どうすればいい、登れと、登れと、どっからどう登ればいいの、そっから登れないんじゃないですか、はい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 、ジャンプ、何掴むとこがない、掴むとこがない、元子さん、あー、元子さん、わかりました、もう一回、もう一回、足から登るらしい、バックから攻め立てる、わかりました、バックからですね、精霊たちを。元子さん、でも、前回、アグロ、アグロ、アグロ、今じゃない、アグロ、アグロ。この元子、さっきの元子みたいに攻撃してこないから、やっぱりいい元子じゃないですかね。元子にいいも悪いもないの。ケツだ。元子の弱点はやっぱりケツだ。違う。元子の後ろに回らなきゃ。あの時のように元子の後ろに回らなきゃ。元子はもともと大きかったもんね。よし来い、行くぞ、よし、どっちだ、来た、チャッチ、アグロ向こう行け、アグロ邪魔だ、じゃれてる場合じゃない、よっしゃ、来た、俺来た、いただきます、今、俺は男だ、ワンダと巨像をやっております、ワンダと巨像じゃない、平井と元子大、はい、で、この巨像が、まああの元子さんっていう方にすごく見えるんじゃないかということで、今男退治をしておるところですね。退治じゃないよ、退治じゃ、退治じゃなかったですね、平井さん、あの頃の元子に返すんだ。あの頃の元子に戻すために、今なんて壮大な曲が流れてるんだ。よし、平井さん、裸で1時間待ってるんだぞと。すまない、思い通りにならなくてすまない、ダッチラックラック、うわー暴れすぎだ、こいつにもベランダついてればよかったのにな、案外大丈夫か、危ない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 、へえ、男の血相は相変わらず特徴的だな。尾蹄骨が人より出てるんだね、ここだろ、知ってるぜ、お前のめちゃくちゃなケツだろ、よし待ってろ、男のケツに一突き、どうだ元子、ケツに針を、こんな感じか、うわ元子、うわもう一丁効果、うわなかなか
どうだあ、読めないコメントが元子どうだこれでもかこれでもか元子ダメや元子のお尻から血が出てるんですけどよしあこれでいいだろうねえ元子よかったあ危ない元子やめろ元子やめるんだこのゲーム何、はい、このゲームですね、ワンダと巨像副題で、平井と元子と言うあの頃に戻ろうあの頃に戻ろう今来たよ巨人になってしまった元子を退治しておりますやっぱ最後は頭なんですねやっぱ頭だよねあの頃の記憶を消してあげるからね取り戻すんだ消してあげるんですね平井さん俺たちは別に付き合ってたわけじゃないあー、元子元子、そうなんだ俺たちは付き合ってたわけがあー、元子激しい付き合ってないんだ思い出せよ、思い出せついてはいるけどね俺たちはただの飲みうっか元子元子俺たちはただの俺たちはただの飲み仲間だほんとだほんと変える方向が一緒だっただけだ元子ただの飲み友達危ない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 皆さん元子の記憶消してやってくださいあの時タクシーで怒ったのは俺じゃなく元子の気持ちが俺の中にこんなに辛い思いをしてたんだね元子すっごい泣けるゲームなんですねありがとうございましたセーブしましょう涙がちょちょ切れますねもういややっぱりねどうしてもそうなりますよ元子元子の記憶を上書きしました今いやー上書きしました元子の記憶をこうやってね一体一体元子をね元に戻してあげないとそうですねいやー熱演でした ね